蝶水は、中国春秋時代の進むの政治家。生は英、死は蝶、意味名は水、字は小余り、送り名は生、蝶茂子とも呼ばれる、蝶京毛の子。大部であった、蝶朝屋の弟で、戦国七尾の蝶の祖。健康の孔子のうち、占いで吉と出た蝶寺に仕えた。紀元前653年、劇の乱の作謀を避けて出奔した蝶寺に従い、 その後19年にわたって諸国を放浪した。敵での亡命生活中に祝会を妻とした。祝会は後の長の石を築く長立てを生んだ。紀元前645年、神で長児の弟である恵公が即位した。恵公が生命のある長児の帰国を恐れて資格を送ってきたため、長児と共に整え逃れた。に向かう途中、 守るを通過したが、守るの文庫は歓迎しなかった。一行は食料が尽きてしまい、地元の農民に凍った。これに対して農民は器に土に持って出した。長子は激怒したが、長子が土を得たということは、この土地を得るということです。廃、はい、して受けましょうと言ったので、その通りにした。放浪中の紀元前637年、長子が その聖王に招かれたとき、聖王は、長子の器量を認めて、自分と対等の者に対する礼を持ってもてなした。長子は天礼には、よく通じていなかったが、長子が側に付き添い、細かく指導したので恥をかかなかった。同年、旗の牧公が、長子を迎え入れた。紀元前636年、ようやく帰国した長子は、新君として即位し、文孔となった。長子は、 文孔の娘の長姫をめとり、新たに、長道、蝶葛、長英才の三人の子を設けた。当然、長姫が正妻となるはずであったが、長姫自身の願いで、祝会が、正妻、長立てが着手となった。その後も、文孔の派行を助け、紀元前635年、進むが、州の女王より、腹の地を賜った際には、その白に任じられた。 紀元前629年、上軍の助である狐毛が没すると、公認に認じられた。紀元前625年には、中軍の助に認じられた。紀元前622年に死去した。死後、生徒、送りなされ、長茂子と呼ばれた。この長立ては、進むの最小となり、後独立する長の礎を築いた。ありがとうございます。